動画の更新がしばらく空きましたが、また動画を上げていきたいと思います。えー、今日のテーマですが、腰痛をテーマにしたいと思います。えー、腰痛の9割ですね、85%から90%は原因不明とされています。原因が分かっているものは1割、10%から15%ぐらいしかないということですね。あとの85から90%は分からないということになっています、えー。この分からない、 腰痛のことを非特異的腰痛とか言っていますが、まあ要するに原因不明のものということですね。えー、アフリカの原住民の方で原始的な生活をされている人はなぜだか知りませんが腰痛がありません。しかし日本の現代人には非常に腰痛が多いです。なぜなのか考えてみましょう。今日のテーマです。腰痛です。では行ってみましょう。 腰痛というのは腰に炎症ですね炎症とか痛みが起こる状態のことを言いますが、だいたい普通の人はま数週間からそうです、ね、1ヶ月とかでまあ何もしなくても治るということですね。一部,一部の人だけが慢性化したり、えーまあ重、重篤な状態になったりしますが、まあ、それは少ないということですね。ほとんどの人がまあ自然に治るものであるということですね。 えー神経の圧迫が原因とされています。要するに神経が圧迫されるから痛むわけですね。なんで神経が圧迫されるのか、これを考えなければいけないということですね。神経の圧迫で痛んでいると分かっているわけですから、これは医学的に分かっていることですから、このなぜ圧迫するのかということを考えればいいということですね。えー、さっきも言いましたが、あーアフリカの原住民の方、 原世的な生活されている方、えー、全然腰痛がないということですね。な、え、ぜ、ー、なのか考えなきゃいけないですね。じゃあ次行きましょう。ここで、特異的腰痛ですね。えー、のものをずらずらずらっと上げておきます。もう全部読みませんが、どういうことかというと。 えー、レントゲンなんか取るとはっきりそこに病巣がわかるものということですね、血液検査すればわかるようなものということですね、これは特異的腰痛ということですね、えー。はっきり骨折があるとか、背骨に骨折があるとか、変形があるとか、圧迫骨折しているとか、例えば良性でも腫瘍がある、が、ま、ん、あ、悪性の腫瘍がある、えー、ものでね、腫瘍、それから感染症、骨折ですね。えー、腰部の え骨,えー、骨の部分に感染症を起こしているとか、または、ただの筋肉痛とかいうのもありますね、えー運動の。激しい運動のやりすぎとかいうことですね。それから重たいものを持ちすぎということで、ね、疲れちゃ単に疲れちゃってるとか、そういうことですね。そういうものもあるということですね。あぎっくり腰なんかもありますね。えー、まあ、びっくりして、重たいものを急に持ったりして、びっくりして。 筋肉がぎゅっと縮こまっている状態ですね、まあ。しばらくじっとしていればゆ緩みますから、ぎっくり腰はそのまま、えー、ゆっくりしていれば治る,治る病気ですから、これも、えー、そういうものということですね。こういうものが、まあ、得的腰痛と、まあ、原因が分かっているようなものということですね。はっきり骨折、腫瘍、感染症などがあるということです。はい、次行きましょう。 まず西洋医学でどういうふうに捉えられているかですが、原因の分かっているもの、特異的腰痛はさっきも説明しましたように、いろんな病気があると、それはその病気にアプローチしなければなりません。要するに腰痛じゃなくて、腰痛の原因,、えー、腰痛の原因というわけではなくて、他の病気があるということですね。これが1割ぐらい、あとの9割ですが、これは原因がないとされています。えー、それで原因がないから、ないけども、患者はものすごく痛いわけですよ。歩けないほど痛い。 だけど、いくら探していくら検査をしても原因は出てきません。それで何回も検査をします。西洋医学ですね。えー、CT、えー、とか MRI ですね、えー。ペット CT とか、えー、レントゲンですね。そういうのをかけまくると、えー。かけまくるとどうなるかというと、それは被爆しますね。被爆のリスクが非常に伴うと。それ,そ,れそのものでがんが起こりますよ。何回も何回も被,被爆しているのは問題だということですね。 原因のわからないものですが、この画像検査をしても、その痛みの原因にたどり着くことは1%以下ということです。まあ、検査してもほぼ無だということですね。この原因のないものですよ。原因のあるものは、当然検査をしてもいいと思いますが、この原因のわからないものというのは、いくら検査しても出てこないということです。では、西洋医学、この原因のわからないものをどういうふうに考えているかというと。 痛み、要するに頭が間違って痛みを認識していると捉えて向精神薬を飲めというふうになっています。めちゃくちゃですね。もうめちゃくちゃですね。要するに腰、本人は痛いわけですよ。歩けないほど痛い。これはもう、純然たる事実です、えー。腰痛をやったことある人はみんな分かりますが、歩けないほど痛い。だから絶対,だ絶対に病気だと思うわけですね。 絶対に病気だと思いますが、いくら検査をしても出ません。それで西洋医学は、頭が、えー、痛みを誤診していると捉えて、抗精神薬を飲めと、もうめちゃくちゃですね。抗精神薬というのは、アンフェタミンをちょろっと変えてるだけですから、覚醒剤と同じものです。頭おかしくなりますよ。こんなもので腰痛は治りませんね。ちゃんとした原因があーこれにはあります。痛みを起こす原因があります。それは、まあ、次言ってみましょうね。 腰痛の原因ですが、あ分かっています、えー。2016年の12月ですかね、えー、もう2017年の頭ぐらいですかね、えー、宇宙医学という分野からあ腰痛というのは分かっています。えー、国際宇宙ステーションに、えー、長期滞在したあ4ヶ月から7ヶ月滞在した人を調べるとどうなったか、あーダグラス・チャンという博士が研究しております。腰痛の原因ですが、あ宇宙に長期滞在した人を調べると 椎間板の変形などはほとんどないと全くないとで長期滞在すると何が起こるか4ヶ月か7ヶ月滞在すると何が起こるかというと腰椎を支える下部の筋肉磁石の筋肉が衰えて萎縮しますそうすると長い間要するに、まえー、腰の周りに、えー、コルセットとかそういうものをはめたような状態になるわけですね、えー、そういう状態になってどんどん筋肉を衰えて 要するに寝たきりのような状態が長く続いているのと同じような状態になる筋肉が衰えるそうすると痛みやこわばりが出ると腰痛腰痛になるということです宇宙に行くと腰痛になるこれ地球には関係地球にいる人は関係ないの思いますが筋肉が衰えると腰痛になるということですこれをよく考えなきゃいけない宇宙飛行士っていうのは宇宙に出るだけでも圧が変わるだけでも無重力状態になるだけでも 圧からら解放されれれてて神経引っ張られてそれだけでも腰痛になりますだからしばらくの間丸まって痛い痛いとあ腰が痛いという状態でしばらくは寝るそうです。丸まって寝ると。要するに神経の圧が変わるだけで腰痛は起こるということです。じゃあ地球にいる人はどうなるか40歳50歳60歳70歳とどんどん筋肉は落ちていきます20歳を100とした場合に60歳で半分です50%です。 ということはどういうことになりますかねどんどん筋肉は普通の生活をしているだけではどんどん減っているということです。萎縮して、まあ、萎縮という言葉が合うかどうかは分かりませんがどんどん筋肉は衰えていっているということです。衰えるとどうなりますかねこの宇宙の実験で分かるように衰えれば腰痛が出るんです。病気ではありません。まあ一種の老化現象ですね。こういうことはこの実験で分かるということです。では何をしなきゃならないかということですね。 では次いってみましょうこれは分かっていることですが腰痛というのは運動すれば軽減できます痛みが取れます各国のガイドラインでも運動が一番いいとされていますなぜでしょうか考えてみましょうね運動するとストレッチ効果とか筋力の増強筋膜筋力のトレーニングにもなりますしもちろんなりますし 有酸素運動、姿勢の保持ですね、そういうことにもなると、この運動をすることによって、なぜ取れるのかですが、まず知っておかなきゃならないことは、二十歳で人間の筋力というのは100としたときに、60歳になると50%トまで低下します。どんどん筋力が低下します。はい、筋力が低下するとどうなりますかね。人間のの背骨というのは脊椎ですが 66キロぐらい重さかかってます。背骨1本にそれがかかってます。その背骨の圧を軽減してるのは何ですかね何が支えてるんですかね考えてみればわかりますね。筋肉しかありませんね。内臓が支えてるわけでもありませんし、皮膚が支えてるわけでもないですね。背骨1本にかかる66キロ、それ以外その圧を軽減するためには筋肉の量ですよ。 二十歳で100だったものが60歳で50まで50%まで下がります。どん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 下がります。そうするとどうなりますかね。背骨に対する圧は上がりますし筋肉も細くなれば筋膜筋肉の膜ですね筋膜にも負担がかかりますし他筋肉の中の神経もそうですが他の神経にも当然負担がかかるということですね。だから腰痛。 痛むということです要するに神経というものは圧が変わると伸びたり縮んだり横からでも圧が加わったりすると痛んだりしびれたりするものです。じゃあ次いってみましょうね。 ですが腰痛というものは、原因の分かってない腰痛ですね。原因の分かってない腰痛というものは、筋肉の量が少なくなっていることによって起こっている神経の、神経が圧迫されて起こっているということです。だから筋肉を増やせばいいということです。どんな運動でも構いません。歩く、泳ぐでもいいです腹筋背筋できる人は腹筋背筋でもいいですし、痛くて動けないような人は、まあ、椅子に座って立ち上がるような運動でもいいですし、とにかく繰り返せば 腰痛は筋肉の量が増えるとともに治ります。これが答えです。これは分かっていることです。原因の、要するに分かっているその重量挙げの選手なんかが重たいものを持ってヘルニアになって痛いってなっていってるやつはそれは重たいものを持たないようにしなきゃいけません。これは当たり前のことです。ですがこの分かってない原因のものこれは筋肉ですから鍛えることしか突破する方法はないということですね。 えー、最後、補足ですが最近、運動療法がだいぶ広まってきて変形性ひざ関節症とか、えー、50型とかいろいろありますがそういうものに対する運動療法がいいということが分かってかなり運動療法が広まっていますがやりすぎる傾向がありますやたらに疲れるまで歩いたり疲れるまで運動したりする人がいますがこれはマイナスです疲れれば免疫力が下がります疲れない程度にやるとこれが気温です。 これを徹底しないと疲れれば免疫力下がりますから、えー、バカバカしいことになります <laughs>、えー、感染症なんかにかかったりしますからね免疫力が下がるほど運動はしてはいけないということですね、えー、それから最後もう一つ補足ですが、えー、アメリカ今腰痛どういうふうにやってるかというと、えー、これは良くない例ですこれは良くないですね良くない例ですがアメリカでは医療大麻が解禁されて大麻を 雑魚神経痛とか腰痛とかの人に使わせることをしています。まあ、他のことにもそうですが、要するにタイマー解禁で盛り上がってるみたいな感じになって、大麻を吸わせれば腰痛が消えるというようなことを言っています。これ、鎮痛剤と考え方は一緒ですね。対症療法です。吸ったときだけ、そのときだけ痛みは消えますが、また痛くなります。筋肉はそのまま太くなってませんから。筋肉を太くするが正解です。タイマー吸うとか、まあ、日本では大麻は禁止ですが。 えー、鎮痛剤を使うとか、こういうのは対症療法ですから、何の意味もあります。その時だけということです。筋肉を太くするが正解です。はい。今日は腰痛について考えてみました。腰痛の治し方について考えてみました。ありがとうございました。